こんにちは。東京都渋谷区エプスで開業しています橋本歯科橋本です。2017年ですが、1日2人しか見ない本当の歯科医療という本を出版いたしました。2冊目になります。皆さんが通われている歯科医、それは1日何名も見ているはずです。私もそのような診療をしていきました。しかしそれでは本当のあなたの悩み、心配事が解消されないことに気がつきました。そして精一杯あなたの歯を守るということを信念に書きました。歯科医の先生方も1日2人で歯科医院が経営できたらよろしいのではないでしょうか。患者さんのみならず医療関係者もお読みいただければと思います。歯でお悩みの方、不安な方、なんで抜かなくてはいけないのか、どうして抜く必要があるのか、不安に感じている方、疑問に思っている方、何かおかしい、歯科の世界は何かおかしいと感じている方、ぜひこの本をお読みいただければと思います。よろしくお願いします。